おはようございます。はるか誕生祭1日目です。ちょっとやばい、本当に嬉しいことがあって、なんとファンの皆さんがフラスターを送ってくれました。これです。嬉しい、本当にこの子たちが送ってくれたってこと。嬉しい、嬉しい、本当に超嬉しい。はるか夢だったんですよ、こうやってお花をいただくことが。嬉しい、ありがとうございます。今日は一日いい誕生日になるように頑張ります。よろしくお願いします。バイバーイ。おはようございます。おはようございます。ということで、はい、本日はるかさんのお家機会ということで、はいはい、我々は飾り付けをやります。はとりあえず完成。なんか可愛くない服。奥ちゃんコーデ。可愛い。今日1日目はドレスコードが青なので、みんなも青の服を取り入れてくれました。可愛い服です。私も青コーデです。あと10分で始まるので楽しみ、みんな待っててね。わー、おはよう。はい、というわけで本日は1月15日ということで、お誕生日はるかちゃんおめでとう。ストローがなかったので、コーラをこのまま飲んでます。
ブラックコーヒーみたいって言われました。ちょっと大人な気分です。これから食べるんですか？食べます。ちょっと自撮りを自撮りタイムです。はい、ねえねえ、ちょっとこれを見せて。はい、かわいい。シンデレラみたいな。ドレスみたいな。お昼何食べるのか。おサラダとおナゲット。おサラダは食べた方がいいかなと思って、おサラダは私がチョイスしましたよ。はるかさん、ちゃんとサラダをプレゼントしてください。生物はダメでございます。生物ダメだから。いや、本当楽しかった。座っていいですか？どうぞ。なんかね、めっちゃ嬉しい。本当嬉しい。イベントの時ってそんな感じなんじゃない？なんかさっきあんまお腹空いてなかった。でも結構がっつり食べようとしてね。奥の方なんかハンバーグ持たれてます。ハンバーガー。ハンバーガー持ちながら食欲ないねって。全然食欲ないわ。全然食欲ないわ。これいつの顔なの？おはようございます。2日目です。今日の稚語のドレスコードは着ぐるみで、はるかがシナモンをします。で、こちらにみんなが並んでいるんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。並んでいます。みんな気づいておりません。ということで、今日も一日頑張っていきたいと思います。
2部始まります。ラストです。ラストです。悲しい。めっちゃあっという間だったね。早いです。今日のお服の紹介しなかったから、はい、足はポムポムプリン、頭デカめ、魔法はひろみちゃんです。魔法の本当のお腹の中だ。何よ、お腹の中。ハラハラ風呂ってこと。あー、そういうこと。否定しろよ。はるかはシナモンです。かわいいシナモン。モフモフということで、ね、後半も頑張りましょう。はい、はい、行きます。ということで、はるか誕生祭2日間ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、めちゃめちゃ幸せな2日間だったし、あのみんなにおめでとうってたくさん言ってもらえて、人生生きてきた中で一番おめでとうを言っていただけた日ではなかったんでしょうかって思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。なんかもうあの愛が溢れすぎてて言葉がまとまってないんだけど、本当にありがとうっていうのと、あと、まあ、1月誕生祭終わってから2月3月毎月イベントがあるので、それに向けてあの頑張ろうと思います。頑張ります。頑張りましょう。でね、多分次開封動画が上がると思うので、そちらもぜひチェックしてください。はい、たくさんのプレゼントとお手紙と、あとお花とかもう全部ありがとうございました。本当にありがとう。あとフラスタも本当にありがとうございました。ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。また SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上